ケースメソッドについて解説します。先ほど述べた文化の記述と文化と文化の比較を進めるとそれらが接触する場面や共存する異文化間コミュニケーションの在り方について考えることが求められますそのために実際の体験談や状況結果に至るプロセスをケースから学ぶ方法も存在します。 例えばクリティカルインンシデントというものがあります人の振り見て我が振り直せあるいは失敗は成功のもとといったことわざがありますように失敗例から学ぶという手法です製品やサービス事業などの成功と失敗の事例からトラブルやアクシデントにつながる本質的な要因や対応の上で重要な事項などについて検討する方法です。 もうりえすこちらはハーバード大学のビジネススクールにおけるケースをもとに討論する授業が我々にはなじみ深いわけですけれどもケースメソッド・オブ・インストラクションあるいはケースメソッド・オブ・ティーチングなどと呼ばれビジネス日本語の学習と教育にも用いられている手法です。 そしてこのケースメソッドというものを取り入れた BJT 対策教材がありますので、ここで紹介したいと思います。公益財団法人日本漢字能力検定協会編ということで、2017年に発行されたものです。タイトルは漫画で体験、日本の会社、ビジネス日本語を実践するというものです。 内容としては実際に企業で働く外国人材と採用企業側との間に生じうる問題や違和感を記述し教材化した上で背景にある考え方や習慣文化の比較などを通し課題解決の手法や得られる示唆今後同様の問題に直面した際のリスク回避力を養う教材となっています。 非常に優れた教材で、このようにですね、登場人物ですね、外国人材のチャタポーン君ですね、主人公ですけれども、チャタ君がさまざまな場面で活躍しながらビジネス日本語、ビジネス文化について学ぶ機会をですね、教材の中で提供してくれています。この教科書の中で少し紹介がありますので、少し読んでみましょう。 ビジネス日本語能力を身につけようと努力している方々にとってその前提である日本のビジネス習慣やや文化に触れれる機会や手段はこれままででほとんんどありませんでした。そこで漫画を使って日本のビジネス現場をリアルに描き実際の日本のビジネス現場に少しでも触れてもらう機会を提供することにしましたということがこの教科書の中で記されています。 構成は次のような形になっていまして、えー、まず一番読む前にということで、えー、漫画を理解するためのウォーミングアップを行い、えー、漫画に関係のある事柄を通して、えー、実際の職場における自分を想像してみましょうといったウォーミングアップがあります、えー、続いて漫画ですね、えー、漫画を読んで、えー、各場面が描いている状況登場人物の行動や気持ちそれぞれの立場や関係などを考えながら読みます そしてオフィスの言葉ということで、漫画に出てきた日本の会社でよく使われる言葉を並べています。4番、考えよう。こちらは簡単な質問に答えながら、漫画の場面やストーリー、登場人物の行動や気持ちを順に整理してみます。次に問題点やその理由を考えます。最後に自分ならどうするか考え、問題解決の方法を模索します。 そして6番の「お使ってみよう」では漫画のような場面で実際に使われている適切な言葉や表現を自分でも会話の中で使ってみましょうということで会話文を声に出して読んでみるあるいは相手がいれば互いに役割を決めて会話練習をするそういった活動も入っています。 そして最後に会話を作ろうですね。A、B の人物のこちらですね、立場で指示に従って会話文を作り、実際に声に出して表現する活動があります。この八番にビジネス日本語にチャレンジということで、BJT ビジネス日本語能力テストに通じる問題が設けられていますので、この課で勉強したことを 相ざらいする、まあ、実力を図るということもできますこのように漫画というものを題材にしてビジネス日本語ビジネス文化を学ぶ教題になっています日本のビジネス場面で働く外国人材が実際に体験した事例やよく起こる出来事をまとめビジネス日本語とビジネス文化を理解するケースメソッドを取り入れた 良い教材となっていますのでぜひ使って勉強してくださいここでビジネス文化を理解するという活動の中で留意すべき点について述べたいと思いますまずステレオタイプや偏見を回避することの重要性が挙げられます 文化理解には対象の特色を明らかにするという活動が含まれるためどうしても他との区別や線引きを通し認識し考察せざるを得ませんただしそれが負の側面に傾きすぎるとステレオタイプや偏見につながるので十分な注意が必要ですもう一つ自己文化を理解することの重要性が挙げられますこちらは グローバル社会においてそれぞれのアイデンティティを大切にしながら異なる言語文化価値を乗り越え異文化理解を実現するには記述や比較ケースメソッドが効果的であると述べましたがそのためには皆さ,ん自身です、ね、皆さん自身の自己分解の深い理解とそれを尊重した発信そして意見交換に基づく相互理解が欠かせません。 この2つの点特に重要な点ですのでしっかりと理解してビジネス文化比較あるいはビジネス文化の理解を進めていきましょう。以上異文化理解の難しさと心構え異文化理解の手法として効果的な文化比較とケースメソッドその教材について解説しました。 過去の事例エピソード体験者による証言などのあらゆるケースに示唆は含まれています日々の出来事や普段接する人々からの話各種メディアからの情報などさまざまな側面からケースを収集し考察を行いビジネス文化への理解力を養いましょう